ということで、じゃあザキオですということで今回はい、こちらウェザーライト、バック面を超えるレアが1枚しかないっていう薄すぎなわけで、まあその無のロッドを狙いつつ65種類、うん、そうだね、65かも早いね。もうそろそろ終わったって言っていいかな。そう、もう達成感得てもいい、だいぶいいこれアイデアまあね、その105パックが終わった段階で僕の存在が消えるかもしれないいやでも105で、あの今月末にね106に増やされる大丈夫、任せて。もうね、あのなんだっけ、アイコニックマスターズのボックスも予約してあるし、クサランは買うし、多分、まあ、プレリー行くしね。確かに、うん、なんでプレリーででも一生しないとパッカー向けないから、そしたらもうあの戻して持ってくれるズルズルシールドのやつ戻して持ってくれるよズルのやつはい、じゃあというわけでいきましょう。はい、誰なんだろうね。身代わり人間だよ。なかなかのブス。なかなかのブスだよね。いやでも多分めっちゃいい。めっちゃいいやつ。めっちゃいいやつ。めっちゃいいやつ。友達の中では結構いいやつ。あの下手くそな演奏してもこの人だけはなんかアンケートでこいつ頑張ってたみたいに言ってくれるタイプ。伝わらないな。おお、トップ顧問出た。精神師。ほら。マインドストーン。ね、これ2マナで。まあ、タップで1マナ出ますよと。で1マナでサクるとドローができると。おだから後からもう腐らないっていうので結構なんかいいらしいそういいっていうのを俺差し込みも作ってあるから勉強済みなんだね。他のは知らない。はい、ファイアーウィップ、うん、いいね。なんかこの初めてだね、こっち見てる女シリーズ。そうだね、なんかちびまる子ちゃんとかでいそうさくらももこ好きそう、これ。はい、おお、あ、なんか、え、いいね。マナク、マナチェイン、マナチェイン、なるほど。はい、おお、なんか、絵が安定しないなブレイクね、うんどういう状況なの、この人バイン。でも、この人、だいぶ上腕二頭育ってる。本当だ、うん、いや、むしろ、副車もかなり、うん、大胸筋もだって真ん中ちゃんと割れてるから、腹斜も相当だし、うん、ね、かなりすごいトレーニングを、うん、いやもうこの人多分2年ぐらい頑張ってきたちゃんと増量期も経てね、何の話してんのはい、ね、お、なんか急に線が太くなったな、ね、うん、劇画調っていうか漫画調ね、漫画調だよね。これは何だろう、虫なのかな、サソリ的なあれか、うん、ちょっとわからないね。はい、マホク、マホク取れた。マホクの商人だよね、空域商人。なるほど、うん、めっちゃ焼けたんだろうね、きっと。はい、で絵が安定しないねいいやつとあのあれのなんかタイがなんか、うん、これだって割とリアルめなやつじゃん。このネズミはなんか見たことあるな、多分クロタンネズミとかで使われてるんだ。1万円。おお、なんかディズニー感がすごいぞ。沢地レリカ沢地レリカ引きずってるなダメだよそういうの。はい、おーおーおーおお、フォージ、違うね、鉱山、違う。なるほど、まあ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 、まあそんなに甘くないね。で、無のロッドか。ファクトじゃない。うん、なんだろう、なんちゃらシフト。パラダイムシフト。調べていきます。はい、ということで、うん、ちょっと私事で申し訳ないんですけど、昨日ね、博多弁の女の子と飲んでたんだけど、うん、なんとかかんとかとって言われるのすごい。言われるたびにチンピクしてたどうでもいい、ね、俺のチンピク情報汚ね
まあそのお話ちょっとさっきちょっとだけね挟んだから、ね、挟んじゃったからちょっと言っとこうと思って。博多弁、博多弁はねずるいね。何の話俺この動画何だって塩だったからちょっとたまには。いやいやトップコモン出してまあまあ、うん、400円パラダイムシフト自体は100円100円はい。まあで、いや最初に一番最初に見えたこのコモンね、400円なんで、まあ、パック代が半分くらいできたそういうことだね。いやもうだってさ、パックの内容の話よりも多分筋肉の話じゃなくて女の話しかないよ俺のチンピク情報でしょ。いや可愛かったんだって可愛かったんだってもらいできなかったいやまあたまにはね、こうマジック全然関係ない、うん、ディスライクいっぱいつけていただければみたいな、そういうのは求めてないんだと。そうそうそう、もっと紐手臭いやつをくれとはいはい、全然関係ないウェザーライト65種類目ということで、はい、今回この辺にね、終わりにさせていただければ終始何も情報はなかったね情報はゼロだったよねはい、というわけでまた次回もお願いします。じゃあね。